ああ、久しぶりの TOEIC 緊張する。今回こそ前より点数取りたいな。あ、始まった。4択から写真を描写してる文章を選ぶやつやな。これ結構好きやねんな。この写真簡単そう。 A. His name is John. What? How can I know his name? 名札とかあんの？うん、まあ、でもジョンっぽくないな。どっちかって言ったらトムっぽい。うん、違う。 B. His blood type is B. 血液型？写真からどうやってわかるん？まあ私 B やから同じではなさそう。うん、もっとなんかこうきっちりしてそう。うん、A かな。 C かな。 C. He's watching anime. はい。違う方向から写真撮ってもらっていい？見えへんし画面。真剣そうやから勉強してると思う。だから違うな、アニメじゃない。うん、ってことは ABC 違うから絶対 D や。もうマークしよう。 D. He has two brothers.Excuse me, do I have to have a supernatural power or something? でもなんか妹いそう。違うと思う。 There is no correct answer. This is my answer. Can I go home?